いたよ、マリーちゃん。なんで、なんで来るの？どうして？敵だって言ったじゃん。もういいって。なんでこんなとこまで来てくれるの？ありがとう。でもね、ダメなの。もう疲れちゃった。だから終わりにしたいの。ざけんな！それがどういうことか分かってんだろ？んなもん、簡単にはいそうですかって言えっかよ。マリーさん、聞いてください。もしあなたがあの怪物たちの仲間だとしても、自ら命を絶つ必要なんてないはずです。二つのサギリはすでに倒されました。つまりあなたはもう自由だと思う？違うよ。私は君たちとは違う。私に自由なんてないの。言ったはずだよ。私が死ななきゃ君たちの世界が消えるって。私やサギリたちの役割は人の望みを知ることだけじゃない。私たちの本当の役割はね、人の望みに応えて霧を制御することだよ。霧を制御する？おかしいと思ったでしょ。何ヶ月も霧が晴れないなんて。サギリたちは霧を生み出し、私はそれを取り込むの。人を惑わせてシャドウに変える、あの霧をね。待った。じゃあまさか俺らの町から霧が晴れたのって？そうだよ。雨のサギリが倒されて、君たちの町を包んでた霧は不要になった。そしたら誰かの声が聞こえて、すべての霧が私の中へ流れ込んだの。霧はまだ消えたわけじゃない。今も私の中で暴れ回ってる。そんな、じゃあ霧はただ晴れたんじゃなくて、全部マリーちゃんの中に？心が完全に霧に飲まれた時、私は取り込んだ霧とこのうつろの森を道連れにして消滅するの。私は消えるための存在。それが私の取り戻した本当の記憶。それで世界は救われる。ええ、たとえそれが彼女がうつろの森に閉じこもった本当の理由であったとしても、そんなことは到底承服できません。足りめえだぜ。じゃあなんだ、俺らの世界の平和はあいつの命と引き換えだったってのかよ。なの、むちゃくちゃじゃねえか。だからいなくなったじゃん。あったってしょうがないから、どっちも傷つくだけだから。もういい、もういいの。楽しくて幸せで、もういっぱい私だけの記憶もらったから。君たちが帰らないなら力ずくで帰ってもらう。お願いだよ。分かって。くそ、なんでそうなっちまうんだよ。どうすんだ相棒。わ、分かった。絶対に助けよう。ここで諦めたら
何のためにここまで来たんだか分かんないよ。これ以上あの霧のせいで誰かが苦しむなんて絶対にダメ。私たちが最後までやらなきゃ。これ以上君たちを苦しめたくないの、分かってよ。先輩、負けられないよ。私たちの世界が平和だからって誰かを犠牲にしていいわけない。霧を晴らしたのは私たちだったら、最後まで私たちがやらなきゃ。このままじゃ説得もできねえ。悪いがぶったたかせてもらうぜ。私たちだって無関係じゃない。マリーちゃんだけに背負わせるわけにいかないよ。行くよ。それが君たちのためだから。まだわからないの？おい！こいつは強敵だね。闇属性は効かないよ。諦めればいいだけなのに。どうだこの野郎、少しは俺らの話聞く気になったかよ。どうして、どうしてよ。私がどうなっても関係ないじゃん。自分たちだって傷ついてバカみたい。君たちの幸せ傷ついたら私何のために死ぬか分かんないよ。死ぬなんて言っちゃダメクマ。大丈夫クマ、
なんとかなるクマ。クマだってただのシャドウだったクマよ。そんなクマでも変われた。マリちゃんも信じる子だから始めるクマ。信じたらどうなるの？私を助けて君たちの世界は全滅？それでいいわけ？私に生きろっていうのはそういうことなんだってば。バカみたい。借り物が怖くて、消えるのが怖くて。何か思い出せるんじゃないかってすっかりいい気になってさ。思い出したよ。私消えるのが役割だった。こんな記憶なら思い出さなきゃよかった。本当のことなんて知らなきゃよかったよ。マリーちゃん、どうした？そうだ、真実など見る必要はない。知らない方が幸せなんだ。最初から知ろうとさえしなければ苦しむこともないのだから。今の声マリーちゃんじゃない。心が飲まれるってやつか。おい、しっかりしろ。来るな。帰って。お願いだから帰れよ。君らって最低。ほんと空気も読めない。君たちになんて会わなきゃよかった。だから君のことだって大嫌いなんだ。うん、そうだね。っていうかほんと素直じゃない。演技下手すぎだよ。適当なこと言わないでよ。ううん、適当なんかじゃないよ。こちらの世界は全て誰かの心の風景です。ここもそう。あなたの心の現れだ。墓所としての地形とそれを覆い隠すほどの葬送の花、死への覚悟とそれさえ忘れたいというあなたの思いがこの風景を作り出したんです。ですが、僕らはここに来るまでに墓所には似つかわしくないものを多く目にしました。ジュネスや総裁大学の看板、高台のベンチ、電柱やカーブミラー、学校の机や椅子、全てあなたが大嫌いだという僕らの町にあったものです。死んだら墓に入れてくるってやつか。そんな好きなら生きて見に来りゃいいんだよ。ダメだよ、私が死ななきゃ。他の方法？ああ、こいつの言う通りだぜ。必要なのはマリーちゃんが消えることじゃない。マリーちゃんが取り込んだ霧が消えればいいだけだ。無理だよ、そんな方法あるわけない。これ以上時間が経てば霧は私の体を乗っ取って自由になる。そしたらもう自滅することもできない。ただの怪物になっちゃうから。霧に乗っ取られたマリちゃんを
倒すってこと？先輩待って。だってマリーちゃんの体でしょ。戦ったりしたら。そうだぜ。つうかどうなんだよ。わかんないよ。でも今ならできるかもしれない。霧に心が飲まれる前に自分で心を眠らせるの。当然体は霧に支配されるけど、それなら私の心はまだ死んでないから。あとは運かな。霧と私の命、どっちが先に尽きるか。だいぶやべえ賭けだな。どうする？できればやりたくない。でも他に方法がないなら信じるしかないよ。ああ、黙って見てるよか全然マシだぜ。絶対死なせない。命がかかってんだもん。絶対にうまくやんなきゃ。友達。信じるよ。もしそれで死んじゃってもこのままよりいい。でもお願い、君たちは絶対に死なないで。来るぞ。油断すんなよ。本当に大丈夫クマ？戦っちゃってもマリちゃん死なクマね。マリーちゃんは私たちを信じてくれた。私たちだってマリーちゃんを信じなきゃ。真実なんか知ってどうなる。ゴミクズみたいな自己満足と引き換えに永劫の苦痛と絶望を味わえってのか。いらない、そんなものいらない。苦しみから目をそらして何が悪い。苦渋に満ちた真実より安息の嘘が欲しいんだ。何この感じ。この子、こっちのことなんてまるで目に入ってない。苦痛と拒否、それに拒絶。この子、何もかも全てを拒んでるんだ。先輩気をつけて。普通の戦い方じゃ通用しないかも。マリーちゃん、絶対助けてやっからな。
ちゃんの霧を吸う力が暴走してる。先輩、気をつけて。手当たり次第に吸い込んでるよ。は偽善者だ。霧の中にこそ平和と安息があるというのに。先輩、耳を貸しちゃダメだよ。あんなのマリちゃんの意思じゃない。油断してるとやられちゃうよ。どうなんすか先輩、無事なんすか。まさか、マジかよ、そんな。嘘よ。だってマリちゃん、やだな、マリちゃんってば、意外とお寝坊さんくま。ほれ、もう起きる時間よ。で、嘘くま、そんなはずないくま。何が悪かったくま。マリちゃん起きて、死んじゃいやくま。
と感動のハグ長くない？もう離れてもよくない？やだよ、まだ離れないもん。離れるのも起き上がるのもマリーには無理、しんどすぎ。出たよ、こんなんばっかだな。リセちゃんいじる人ってあんまりいなかったかもね。ベイビーちゃんたちの熱い火花に大地も震えているクマ。ちょ、アホなコメントしてる場合じゃないっしょ。何が起きてんの？まさかあれか、映画でよくある親玉倒すとなぜか城が崩れるやつか。ごめんね、言い忘れたの。ここ私が死なないなら必要ないから、このままだともう少しで消えちゃうの。消えちゃうのじゃねえ、先言えよ、俺らまで消えちまうだろう。しどー、しどるクマ。とにかく出口、本当に崩れますよ、早く。忘れてたぜ、テレビ実践だよな。前もあった気がすんな、この絵面。本当に君の友達？変な人ばっかり。元はおめえのせいだろうが。テレビが。うん、テレビじゃないよ、うつろの森が消滅したの。もう存在する意味ないから。やったね、どう？運命変わっちゃった気分は。うん、なんか変な感じ。私生きてるし。そりゃそうだ、俺らそのためにあんなとこまで行ったんだもんな。あの、助けてくれてありがとう。あと、ごめんなさい。な、何？何なのその反応。お前、今ごめんっつったか？言ったね、素直に言った。は？いや、なんか言わなそうじゃん、そういうの。はあ？ばっかじゃないの？もういい。今の取り消し？なしだから今の。ああ、もう。真面目に聞けよ！てか、大体何なの君たち？いっぱい傷ついて、私のこと助けに来てさ。そんなの君たち何の得もないじゃん。わけわかんないよ。そうなの？正直私らも迷ったよ。いきなり向こう側とか言われてわけわかんなかったし。でもさ、それで助けないってやっぱ違うでしょ。誰かのせいにして見ないふりしたんじゃ今までと何も変わんねえからな。マリーちゃんは困ってて俺たちがそれを助けた、そんで十分だろ。全然わかんない。わからないことが不安なら、これからお互いを知っていけばいいじゃないですか。僕らもあなたにもっとこの世界のことを知ってほしいですし。そうそう、もうすぐちょうどバレンタインだしね。バンレタイン？はあ、やっぱ知らないよね。あのね、女の子が大事な人にチョコあげていい日なの。まあ先輩は私が予約済みだけどね。予約とか知らないし、ずるいからなしね、予約取り消し。なあ、こんな。早速かよ。まあ好きにやってくれ。ねえねえ、外晴れてるよ。ほんとだ、お洗濯一気にやらなきゃ。
腰バキバキだぜ。な、飯食いかね。いいね、もち花村のおごりで。だ、何当然のことみたいに言ってんだ。大丈夫、行こう、みんなきっと待ってる。霧に体を明け渡したとき、誰かの声が聞こえた気がするの。なんだっけな。人間は本当のことなんて知りたがってない。本当は霧だらけの穏やかな世界を望んでるんだ。みたいな。わかんない。でも覚えてる声。君たちが雨のさぎりを倒して、私に霧が流れ込んだとき聞いたのと同じ声。あれ、違うか。なんか自分の声だった気もする。昔私が自分で言った言葉なのかな。いいや、もう霧なくなったもんね。聞き間違いかも、忘れて。ビビったろ。せっかく晴れたし、雪あるし、こういうのやりたくなんじゃん。ああ、マリちゃんは雪合戦って知ってるか。なあ、グループ分けどうする。うわ、何、ちょっ、投げるんでしょ、雪。わかった、叩きのメス。待て、目がマジすぎんだろ。男対女でいいよね、グループ分け。はい、スタート。囲まれスタートじゃねえか。てか感じに熊吉、おめえら沈め、やっちゃえ、マリちゃん。なんで俺だけなんだよ。いやー、圧勝圧勝。あたしらに挑むなんて10年早いっての。まあ、ちょっとかわいそうだったけどね。でも、やっぱり今日のヒーローはマリちゃんでしょ。いや、雪玉女王。性別が違うよ、ヒーローじゃなくてヒロイン。うわー、マリちゃん肌綺麗。すごい、やっぱり日焼けとか気にしてない。どうだ、見えるか。受けて見えんかま。あれ、カンジ、もっと上クマ、対面かい。てめえ、クマ、いいか。うわっ、うわっ。ガコ。あ、見たら、懲りずにまた覗きなん。うわっ。うわっ。うわっ。ちょ、待て、てかマリちゃん、電気はダメ。君たちなんて、大嫌いだ。なんで俺まで。おう、おかえり。
さてと、この後どうすっかな。もうちょっと学校にはいるけど、どうすっかな。帰ってもすることねえしな。そうだ、俺屋上とか行ってみよっかな。俺も特に意味はないけど、校舎裏の方にでも行ってみっかな。もう女子はほとんど帰ったけどね。チース。ったく、どいつもこいつもちょこちょこって。そんなに食いたいならてめえで買えいいじゃねえか。お前それ本気？今日ばっかりは自分でチョコ買えねえだろ。はあ、そういうもんすかね。お前ほんとそういうの鈍いな。ま、いいけどな。俺は。してねえよ。悲しすぎんだろその人生。結構もらえんだって、ジュネスのパートさんから。ゼロじゃねえってのが重要なの。ねえ里中さん、天城さん、あなた方今日は随分大きな紙袋を持ってきてましたよね。鬱陶しい要求の仕方だな。まあ一応持っては来てるけどね。えユキコ。あ、うん。お、ありがてっす。甘いもん普通に好きっすよ。なんでお前もらう前提なんだよ。俺のかもしんねえだろ。がつくなっつーの。てか私も一応持ってきてるんですけど。もしかしてチョコ配ってる？ちょうどよかった。じゃあまずはいつも頑張ってるチエ先輩からね。なんで私？だって今日は好きな人にチョコをあげる日でしょ。お世話になってる人に感謝するにはぴったりの日だもん。この子できる。この気配り芸能界仕込みね。あれ、こいつのは？先輩には後でね。用事済ませて速攻連絡するから。それってつまり。私が渡す人みんな気にしてるみたいだし、ここだと先輩の迷惑になっちゃうもん。だから後でね。それじゃあ私他にも配るとこあるから行くね。すごい、何あの隙のなさ。あれ、ナオト君？皆さんお揃いで何してるんですか？何ってそりゃ今日は一大イベントデーだろな。ああそれで。それじゃあお先に失礼します。あいつだけは本当マイペースだな。ああ、幹事、そのよし、今日は俺と過ごすか。別にいいっすけど。なんかさ、完全に出遅れた気がするんだけど。全員注目。ここに名前を書いたチョコが入っています。各自持って帰るように。それじゃあ私今日は家の手伝いあるから、知恵あとよろしく。ゆき子。天城、いつにも増して。私ちょっと様子見てくる。あ、これ私のは全
全員分入ってるから適当に持ってって。なんだそりゃ、適当にチョコもらうとかありえねえだろ普通。いらねえんすか？だったら俺持って帰るっす。だあバカ、もらえるもんはもらうっつんだよ。邪魔されないね、先輩を独り占めなんてね。はい、これお待ちどうさま。ハバネロ入りなの。チョコ溶かして固めただけとか愛がないでしょ。先輩絶対グッとくると思う。どうしたの？ダメ、今食べて。先輩の喜ぶ顔が見たくて頑張ったんだもん。先輩はあんまり嬉しくない？じゃあ許してあげる。その代わり絶対感想を教えてね。波の音しかしないね。こうしてると世界に二人っきりみたい。先輩にだけ教えるね、私の夢。私ね、お仕事しながらちゃんと大学行きたい。きっといろんなことを勉強できると思うし、もちろんその間も大好きな彼氏と一途にお付き合いして、南の島でめでたくゴールイン。広い庭の家で大きな犬を飼って、お料理もして旦那さんと幸せに暮らすの。それでね、二人がおじいちゃんとおばあちゃんになったら、毎日一緒に縁側でお茶飲むの。なんてね、私、痛い子だね。変な先輩。私、まだ相手が誰って言ってないようだ。先輩、大好きな彼氏って、先輩だよ。今はただの夢。だけど、本当に大事な目標なの。だから、一つずつ達成していきたい。
先輩と一緒に。ああ、聞いちゃった。もう取り消せないからね。先輩、知ってる？人間って海から生まれたんだって。こうしてると私たちアダムとイブみたいだね。イブはアダムの奥さんでしょ。だからアダムはイブを独り占めしていいんだよ。遅い。わかんない。私の用事わかるわけ？やっぱ変人だ君。チョコあげる。あの部屋コンセントないからうまくできてるかわかんない。すぎ、ムカつく、バカ、女ったらし。そんなんだからモテるんだ。食べていいよ。早く食べないと溶ける。溶けると逃げる。食べたらさ、美味しいか美味しくないか聞きたい。すぐ。全部食べたの？すごいね。バカなの？まあ工夫した甲斐あったかな。バレンタインってさ、なんかちゃんとした儀式みたいのじゃなかったんだね。調べた。なんかもっとこう人生の節目、そんなんだと思ってた。ダサい、超勘違い、バカみたい。あ、違うよ、
チョコは軽い気持ちとかそんなんじゃ。じゃない、それ私本気みたいじゃん。いや本気だけど。うるさいバカ。本当だし、っていうか目つぶってよ。黙ってつぶんの。ありがとう。あのね、わかんないけど忘れないから、君のことずっと。何の日か知ってる？なんで知ってるの？ナナコ内緒で買ったのに。これナナコの好きなチョコだよ。いいよ。今日ね、先生が言ってた。バレンタインはチョコレートあげる日じゃなくて、大事な人にありがとうって言う日だって。先生、みんなにチョコくれたよ。ナナコにもくれた。ナナコにくれるときね、大変だったけど頑張ったねって言ってくれた。みんなもね、ナナコに頑張ったねって言ってくれたよ。だからね、ナナコもありがとうって言った。お兄ちゃんやお父さんが応援してくれたから元気が出ましたって言ったよ。してもらうと困ってても元気が出るんですよって。ナナコが応援するとお兄ちゃんは元気出る？ナナコもお兄ちゃんに応援してもらうといっぱい出る。一緒だね。ナナコもお父さんもお兄ちゃんの友達もみんなお兄ちゃんのこと応援してるよ。もうすぐ帰っちゃっても元気出してね。チョコもう一個あったんだ。ナナコが作ったんだよ。私が手作りチョコの作り方を教えてくれた。だからナナコお兄ちゃんに作ったよ。知恵お姉ちゃんは隠し味にコーヒー牛乳入れるって。お肉が嫌いな人はいないからベーコンとか入れたらって。ベーコンとコーヒー牛乳うちにあったよ。
リセちゃんは個性が大事だからすごく辛いとか甘いのがいいって。お兄ちゃんは大人だから苦いがいいと思ってピーマンと青汁入れた。あと酸っぱいも珍しいから黒酢とポン酢入れた。ゆきこお姉ちゃんはお魚を入れるとコクが出ると思うって。ななこ、お魚ソーセージとお父さんのイカの塩辛入れたよ。あとね、なおとお姉ちゃんは作り方の書いた本貸してくれるって言ったけど、もうできちゃったって言ったら、お兄ちゃんはどんなのでも美味しく食べてくれるって。